ラインハルト・ゼルテンは、ドイツの数学者、経済学者。専門は、ゲーム理論、実験経済学、本大学名誉教授、ブローツワフで、ユダヤ人の父親とプロテスタントの母親の間に、生まれた。1942年に、父親が病死し、14歳の時には、ナチス政権のためギムナジウム大学を余儀なくされた。母、兄弟、妹と共に、 ブレスラを出て難民としてザクセン、オーストリア、ヘッセンをめぐり農場などで働いた。1947年から1951年はヘッセン州メルズンゲンに住みギムナジウムに通った。通学に往復3時間半を要し、その中で幾何学と大数学の問題に興味を抱いた。1951年にフランクフルト大学に入学し数学を専攻。 1957年に同大学で指導教授のエーバルトブルガーの元修士号を得た。修士号取得後、ハインツ・ザウアーマンの指導で経済研究所の実験経済学を研究。1959年、エリーザベト・ラングライナーと結婚。同年、ザウアーマンと協調で河川実験を出版。1961年、フランクフルト大学から PhD を得た。 1962年、ザウアーマンと協調で、アスピレーションアダプテーションセオリーを、1965年には、スピールシーラティッシュベファンドレオンアイネス、アラガープルマデルズミットニセフラゲトラグハイトを出版。1965年、エルサレムにおけるゲーム理論のワークショップに招かれ、ジョン・ハーサニーと協力が始まる。1967年、1968年に、 カリフォルニア大学バークレー校ビジネススクールの客員教授1969年から1972年までベルリン自由大学の教授を経て1972年から1984年の12年間はビーレフェルト大学の教授を務めた1984年からはボン大学の経済学教授となる経済学教授としては初のことであった 1987年、1988年は、再びビーレフェルト大学に戻って、客員教授を務めた。1991年、ゲーム並行モデルを出版。1994年、ゲーム理論の研究で、この年のノーベル経済学賞を、ジョン・ナッシュ、ジョン・ハーザニの二人と分け合った。ゲーム理論のほか限定合理性の研究でも、実績を上げており、 実験経済学の父と呼ばれている。また、論文に気に入らない修正を加えられるのを嫌って、あえて無名の雑誌に論文を投稿していたこともある。ボン大学の名誉教授であり、その退屈かの大学からも名誉博士号を送られている。1959年からは、エスペランティストとなり、夫人ともエスペラント運動が縁で知り合った。2009年欧州議会議員選挙では、 エスペラントを欧州の公用語にすることを目指す欧州民主、エスペラントのドイツからの第一候補者となった。ありがとうございます。